平野紫仕様、こんなになくはずじゃなかった、キング、エリンチェプリンス5人のラストステージで涙涙。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月20日放送の、メニュー101、NHK 総合、にキング、エリンチェプリンス出演4・5人体制で最後のパフォーマンスを披露披露。 その中でメンバーが涙をこらえきれずに声を詰まらせる場面があった。四角キング、リンチェプリンス5人体制でラストパフォーマンスラストパフォーマンス。この日の出演が5人体制で最後の出演となったキング、リンチェプリンス。番組マックの濱家隆一、かまいたち。 と、いくたえり花と共に NHK での思い出をたっぷりと振り返ったほか、番組後半では2022年の NHK 紅白歌合戦でも披露したダンスナンバー1番をはじめ、デビュー曲シンデレラガール初のベストアルバムミスター5に収録の新曲ビューティフルフラワーの計3曲を披露した。神宮寺はパフォーマンスを前にようやく さっきもみんなと話してて、実感は湧いてきたんですけど、見てる皆さんに最大限のパフォーマンスを、今持っている最大限のパフォーマンスを届けたい、と意気込みを語った。幾多は過去に NHK 紅白歌合戦で共演した時の様子を告白。私が乃木坂46時代にディズニーランドでコラボさせていただいて金プリの皆さんがキャラクターたちにしんどくない大丈夫 とか声かけしてるのが印象的で、優しい方たちなんだな、とキング・リンチェの印象を語ったタップ。四角涙のラストパフォーマンス。濱家から、キング・リンチェの皆さん次の曲が5人でのラストパフォーマンスですと、紹介を受けると岸優太はこれから歌わさせていただく曲はですね、僕たちもね大好きな楽曲でございますと、紹介初回。 これまで関わってくれたすべての方々に感謝を込めて歌わさせていただきますと挨拶。続く高橋も5人のキング、リンチェとしては最後になりますが最高の集大成にできるように精一杯歌わさせていただきますマックス。そして笑顔にできるように、とビューティフルフラワーを紹介した曲の冒頭で 平野が涙で声を詰まらせると、それに気づいた神宮寺が背中を優しく叩いてサポート。ソロやハモリを交えながら、隣に立つ神宮寺と高橋、長瀬と騎士がそれぞれ肩を組んで歌唱する場面も見られた。途中で高橋は両手で目を押さえたり、平野や騎士がカメラに背を向けたりと涙をこらえきれない場面も、 声を震わせながらも最後まで堂々と歌い上げ、ラストは5人揃って深々とお辞儀をしてパフォーマンスを終えた。四角平夜、こんなに泣くはずじゃなかった。平夜は、ああめちゃめちゃ泣くかと思った、危なかったね、ギリギリ耐えた、と冗談交じりで笑いを誘い、明るい雰囲気に。騎士は本当にね、一生忘れられない思い出を作らさせていただきました。 本当に皆さんに感謝です。と、ファンや番組に向けて感謝の気持ちを述べると、メンバーもありがとう、と口々に語り、神宮寺は改めて深々と一礼した。濱家から改めて感想を聞かれると、平野は、そうですね、こんなに泣くはずじゃなかったんですけどね。 でも最後の、ありがとう、というフレーズも、いつもは普通にカメラに向かって歌うところなんですけど、メンバーにも言えたし、ファンの皆さんにも言えたし、なんかすっきりしました、と笑顔を見せ、ありがとうございました、と感謝の気持ちを伝えた。神宮寺も、やっぱこの歌の力ってすごいなって改めて思いました、と感慨深げに語り。 歌詞の意味だったり僕たちが今パワーを全力で皆さんにぶつけられたかなと思います。とパフォーマンスを振り返った。最後は平野が両手でピースサインを見せると、騎士と長瀬も続き、高橋と神宮寺も大きく手を振って5人でのラストパフォーマンスを終えた。米印高橋山の甲は正しくは、はしごだか。